火星上のローバーの創造図、マーズエクスプロレーションローバーは2003年にアメリカ航空宇宙局が打ち上げた火星の表面を探査する2機の無人火星探査車である。2機のローバーはそれぞれスピリット、オポチュニティと名付けられている。当初の計画ではローバーの運用期間は3ヶ月であったが幾度もミッションが延長された。スピリットは2010年3月に通信が 途絶するまで6年間にわたり探査を実施し、オポチュニティは2018年6月に通信が途絶するまで14年以上にわたって探査を続けた。オポチュニティが撮影した火星のビクトリアクレーター、ベルデミサキ、NASA によるマーズエクスプロレーションローバーミッションは1975年と1976年のバイキング着陸船、1997年の マーズパスファインダーに続く NASA の火星探査プログラムの一つである。火星に2機の無人探査車を送り込み、火星表面の地質を詳細に探査し、岩石や土壌を微視的に分析することで、火星に水が存在したことを証明するのがミッションの当初の主要な目的であった。ローバーの探査活動により、過去の火星に液体の水が普通に存在したことや、 酸性の湖が存在したことを示す証拠が発見され、この命題は肯定的に解決された。その後ミッションに新たな目的が与えられ、2014年時点でのメールの主要な課題は火星に生命が存在する可能性について調査することである。このミッションの科学的目標は次の通りである。火星表面の岩石及び土壌を広範囲にわたって分析し、 火星に水があった痕跡を発見する。着陸地点周辺の鉱物、岩石、土壌の空間分布の調査。着陸地点周辺の地死の解明。火星軌道上の探査機がこれまでに得てきた観測成果を火星表面において再検証し、観測精度を向上させる。鉄を含む鉱物を定量的に分析し、岩水鉱物や水由来の無機物を発見する。 火星表面にある岩石や土壌の結晶構造や鉱物学的特徴を明らかにし、それらの生成過程を解明する。火星表面に液体の水が存在した時代の環境条件を解明する。火星の環境が生命活動に適しているか評価する。このミッションは n a s a ェット推進研究所のプロジェクトマネージャー、ピーター・サイジンガーと コーネル大学の天文学教授である主任研究者スティーブ・スクワイヤーズによって進められたローバーの製作、発射、着陸及び90日間の初期ミッションの運用にかかった総費用は8億2000万ベイドル、第4次延長ミッションまで含めると9億2400万ベイドル。オポチュニティの軌道飛行シミュレーションスピリットがロボットアームに装備しているツールを利用して保留を。 調査している際に撮影された画像。この画像は探査機が火星調査を始めてから48日目の2004年2月21日にスピリットに搭載されている全部危険回避カメラで撮影されたものである。時刻はアトックメール B を搭載したデルタ2ロケットの打ち上げマーズエクスプロレーションローバーはデルタ2ロケットの先端部分に搭載できるように設計されており、 宇宙船は複数の部品によって構成される。総重量 1063kg クルーズステージの構造オポチュニティのクルーズステージクルーズステージは宇宙船が地球と火星の間を飛行する際に使用される。このクルーズステージはマーズパスファインダーとほぼ同様であり直径約2 6 5ル高さ1 6メートルある。災害層は 太陽電池パネルで覆われた直径約2.65メートルのアルミニウム製で5つに分割された太陽電池パネルは地球付近で600ワット、火星で最大300ワットの電力を供給する。ヒーター及び多層断熱材は宇宙船に搭載されている機器を常温に保つことができる。また、ローバー内部には フライトコンピュータと通信機器の冷却に使用されるフロン系統が搭載されている。クルーズ航空電子工学システムは太陽センサ、スタースキャナ、ヒーターなどの機器をフライトコンピュータに接続できるようにする。軌道修正スタースキャナと太陽センサは宇宙船からの位置と太陽や他の星の位置を分析することによって宇宙船の方位を知ることができる。 例えば約4億8千万キロメートルもの旅をする宇宙船は時々コースから外れることがありナビゲータは検診に伴う最大6回の軌道修正を行うことになっている宇宙船を計画された正しい軌道に乗せるためには機体に搭載された2台のスラスタ集合体から推進剤を噴射して機体を制御する必要がある推進剤は軽量でおよそ キログラムのヒドラジンがアルミニウムタンクに格納されており、クルーズガイダンスや制御システムとともに、宇宙船のコース修正などで使われる。なお宇宙船は、軸転換による機体の速度変更、水平転覇による機体の水平移動、パルスモード転覇による機体の旋回と、3つの異なるタイプのスラスタ制御により軌道修正を可能にする。 通信アンテナ宇宙船には従来の宇宙船にあった S バンドアンテナよりも高い周波数帯を用いる省電力で小型な X バンドアンテナが搭載されている。これによってナビゲーターはクルーズステージにある2つの X バンドアンテナにコマンドを送信することができる。低利得アンテナと中利得アンテナはそれぞれ機体内部にあるリングの内側と外側に設置されている。 飛行中、宇宙船は 2RPM の回転速度で姿勢を安定させ、常時方位修正される。スピン軸ポインティングはアンテナを地球へ、ソーラーパネルを太陽に常に向けられるようにする。宇宙船は地球の付近にいる間は、低離徳アンテナを使用する。ただし、低離徳アンテナは無指向性であるため、地球へのデータ転送能力は、距離が離れるにつれて、急速に低下してしまう。 そのため、地球を離れて火星に接近する際は、宇宙船は強力なビームによって地球へのデータ転送を行うことのできる中離徳アンテナを使用する。3台の火星探査車、ソジャーナ、メール、キュリオシティ。ローバーは6輪式で、全高1.5メートル、全幅2.3メートル、全長1.6メートル、太陽電池を電源とする。重量は180キログラム。 車輪と喧嘩装置は3 5ラム。ローバーはロッカーボギー式の喧嘩装置に6つの車輪を備えることによって優れた走破性を備えているこの設計はローバー本体の動揺を半減させ車輪の直径よりも大きな穴や溝を越えることが可能である車輪にはクリートがあり 柔らかい砂地を登ったり岩石を越えたりするのに十分なグリップ力を確保する。個々の車輪にモーターがある。前の二輪と後ろの二輪は個々の旋回モーターを持つ。これによりその場で旋回が可能である。ローバーはどの方向でも傾斜角45度までは点灯しない設計で、さらにソフトウェアで設定された障害回避限界により、 傾斜角が30度を超えないように障害物を回避する。ローバーは他の車輪を固定したまま前輪を一つだけ回転させることによって地面を掘ることができる。最高速度は平坦地値で50メートルメートル毎秒である。ソフトウェアが地形を認識するために10秒から20秒ごとに停止する必要があるので平均速度は10メートルメートル毎秒である。ローバーには 最大140ワットの発電能力を有する太陽電池モジュールと2個のリチウムイオン二次電池が搭載されている。ローバーの走行には100ワット程度の電力が必要である。太陽電池が最大出力を得られるのは1火星日あたり4時間程度で、1日あたりの発電量は約300から900ワット時。ただし、火星特有の砂嵐が発生すると、 日光が遮られ、発電量が1日あたり100ワット時を下回ることもある。火星大気には砂塵が多量に含まれており、それが太陽電池パネルに降り積もるため、探査開始から90火星日後には発電量が1日あたり50ワット時程度に落ち込むと見積もられていた。ところが積もった砂塵が強風やゴミ旋風により吹き払われることがたびたび発生し、 幸運なことに発電量はあまり低下せず、結果としてミッションは10年以上の長期にわたって延長されている。ローバーの制御用コンピューターの所言は次の通り。火星は非常に寒冷な環境であり、電力を消費することなく機器を保温するため、ローバーにはプルトニウム238の崩壊熱を利用した原子力発熱装置が8個搭載され、 さらに胴体部をシリカえアロゲルの断熱材と金をスパッタリングした遮熱シートで覆っている。この対策により、ローバーの主要な電子機器の温度はマイナス摂氏40度から摂氏40度の間で保たれる。ローバーには2種類の通信アンテナが搭載されている。一つは、無指向性の X バンド定理特アンテナで NASA のディープスペースネットワークに属する各地究極と、 低速で直接通信する。もう一つは、火星軌道上の探査機を中継衛星として利用するための X バンド、高利得アンテナで、低利得アンテナより、はるかに高速で、地球と通信できる。ローバーは、火星到着以降、2001マーズオデッセイ、マーズグローバルサーベイヤー、マーズリコネッサンスオービターとの衛星通信を介して、地球に、 大量の観測データを送り続けている。ローバーの観測機器は動物の頭部のようなパノラマカメラ取り付けマストと,と腕のような観測機器展開装置に集中して取り付けられている。ローバーアームは人間の腕のように動かすことができ、アームの先端に備えられた各種の計測機器を調査対象の岩石などにちょうど人間が手を伸ばすように接近させることができる。 パノラマカメラ取り付けますと胴体ブローバーアーム。ありがとうございます。